アドレノステロンは弱いアンドロゲン活性を持つステロイドホルモンである。1936年にバーゼル大学のタデウシュ・ライヒスタインによって副人皮質から初めて単理された。当初、アドレノステロンはライヒスタインの物質 G と呼ばれていた。人やその他の哺乳類の体内でアドレノステロンは痕跡量生じるが魚類では大量に生成して11 ケトテストステロンの先具体となる。アドレノステロンはイカダモによって11ケトテストステロンに変換されることが示されている。同様の代謝経路は人にもあると考えられており、それがアドレノステロンのアンドロゲン活性に寄与している。アドレノステロンは脂肪減少及び筋肉増強のサプリメントとして2007年から販売されている。これは コルチゾールをコルチゾンに活性化する 11β、ヒドロキシステイロイドでヒドロゲナーゼの選択的、競合阻害剤として働くと考えられている。鶴岡連携拠点がんメタボロミクス研究所所属の中山清二研究員が、筋肉増強と脂肪減少で利用されている、既存薬のアドレノステロンに、がん転移を抑制する効果を、ゼブラフィッシュを利用して確認した。 と2019年11月21日に発表した。同内容は、モレキュラーキャンサーリサーチにも同日掲載された。ありがとうございます。